これ一夜会と一夜会だ。1月24日、うん、4代目。これもでかいね。詳しく語れるの、うん、俺もこれすごい思い出があるんだ。いや、なんだったら札幌まで行ってますからね、私出張に。山口組本家も行ってるし。あ、そう。この後ですね、85年じゃないですけど。うん、いや、なんかタクシーの運転手に行ってくれって言ったら、いや、嫌ですよって言うから、しょうがないカメラで行ったら、バシバシ撮ってたら本家のカメラっつって若い人出てきて、ぐーって逃げてきて、だから行ったでしょって、いや、言ってくれよって思った。あの頃怖かったよね。俺も朝のね生番組でね、事件の当事者に電話するってやってたんですよ。それで山口組に電話入れたの。そしたら誰や、結構怖いの。怖いんですよ、うん、お前はださっき電話かけてきたのって。そうじゃないんですけどね。いや違います、東京のラジオの日本放送の高島と言いますけど、お前はだだだだって。今日はなんかほらちょうど祭日でね、一話会と山口組の構想があるって言われた日の朝。ああ、もうすごい殺気立ってるんですよ。だけど聞いてるリスナーの人はあれが一番面白かったというのね。お前がビビったの。いきなりひでチャンネル。はい、おはようございます。今週はタイムスリップ芸能情報ということで、毎回ある年ある一年をですね、いろんなことがあったなというのをですね、思い出を語っております。小山俊也さん、はい、今日はね1985年、昭和60年、阪神タイガース優勝。いやいや、僕のデビューです。あ、ちょうどこの年に社会人になって少年隊と僕がデビューしたという、一部ごくごく一部の新宿2丁目と麻布十番のゲーバーでは大変な年ですよ、ね、僕はねこの年、うん、ちょうどおはよう中年探偵なんていうね、朝の番組の中では結構人気の出た番組がたまたまあったんですけど、あれは何時からだったんですか。ね、最初は7時、はい、それから6時半になり6時になりというような、はい、まあそれはどうでもいいんですけど、はい、小江野さん今いくつ。63です。63、はい、私ちなみに82です。あらということでね、そうか、1985年、そのじゃあデビューした年っていうと、はい、小山さん何を思いますか、一番最初に。なんだろうな、うん、大学卒業して、世の中こう山市構想が始まって、うん、4代目が殺され1月に、あの年でしたっけ。あの年に、神戸の江坂のマンションで、いわゆる愛人とか言われる方のマンションで、うん、に行ってて、で85年はもう毎日毎日ヤクザの抗争があって、うんうん、それからペナントレース始まって、うん、そうそう、阪神優勝ですよ。だからバース掛布岡田の3連発、打たれたの誰か覚えてます。牧原、そう、ね、新庄の慶応の方法ボールを打たれたのも牧原そうね、なんかそういうのって牧原絡みが多いんですよね、うん、あ、そうね、そうね、あとね、うん、清原が日本シリーズでも有名な辻のあれじゃない、清原が二塁から来ちゃった、まあ、ショートのボンヘッドなんですけどそれもピッチャー牧原でしたね、うん、なんかそういうそれがちょっとさ、山口組と一和会の構想以外にその1965年、85年、それ以外には何覚えてますか。何覚えてるか、あ、金妻がヒットしてますね、うん、あの時代か、もう恋に落ちて歌えますから僕ね、ああ、もしも願いがと、まあ、最終裏切ったことがない男ではあるんですけどね結婚してませんから、このネタずっと言ってますけど、僕も番組でね思い出した、タイガース優勝しそうだったでしょ、はい、東京虎祭りっていうのをやったんですよ、はい、あのホールを借り切って、はい、で西川の亮さんとかね、いろんな人が来たんでね、僕は審判の格好してさ、はい、ね、阪神ファンでもないし、おでも超満員でね、で翌日ね日刊スポーツじゃなかったと思うけど一面に出ましたよ、東京虎祭りって。あら、サンスポ臭いですね、そんなこと。あ、そうね、はい、サンスポかもしれない、はい、忘れちゃいましたけど、まあ、放置でないことだけは確かですね、あ、はい、神宮なんかに行くとね、六甲真由美会とかさ、あ、ね、みんな来てんですよ、すごいのが、ね、僕は本当阪神にお世話になってるイメージしかないわけですよ。あの人気はあるけど、うん、ね、ヤクルトが2000年代とかね、うん、強かった時に、うん、そうすると巨人戦はさすがにチケット入んないけど、うん、うちの会社もそうだしテレ朝さんもそうだし、うん、フジテレビさんも神宮巨人戦じゃないんだけどチケットをくれるんですよ、うん、ね、逆に行ってたんですか。行ってますね、ヤクルトファンですから。そうすると大体阪神に、まあ、ちょっと低迷期だったりするからねなんかいいイメージしかないんですよ、うん、だから逆に巨人がね、うん、巨人のチケットを日程の人くれるんですよ、うんうん、巨人もなって、うん、でもクルーンの160キロとかね、うん、生で見させて、ね、うん、あと桑田が一発退場になったね、えー、あの
先頭のバッターに頭当てちゃって、ねうんうん、それも見てます生でね、ちょうどね、出てきたんだけど、あの任天堂のねファミコン、はい、ファミコン任天堂旋風っていうのがあって、はい、14,800円のねあのファミコンがねもう大変な売れ行きだったというのは、私の家の今もうね自分の息子ですよ、はい、もう50いくつになっちゃったけど、それがまだガキの頃で、はい、手に入らないね、これが、あファミコンが高島秀樹の骨を使っても、いやいやそうじゃないんですよ、普通のところに買いに行っても売り切れたの、こんなに並んでるのっていうのを何度か経験して、それで困ってある人に頼んで LF の力でちょっとこう、LF の力じゃない、はい、私の実力で、はい、ああ高島さんに頼まれちゃうなって言って特別にやらした、子供が喜んで私ね、ファミコンやったことないですけどね、もう社会人になってファミコンと金消し、あ金消しは筋肉マンね、これ好きだから見てる、実際もうねもう疲れましたよ、ね、酒ばっかり飲んでるからね、うん、そんなことやってることはなかったですね、うんうん、沢口靖子さんも書いてるよ、その横っちょに沢口靖子さんはね、あその連続テレビ小説で沢口靖子スターに身を尽くし僕あれですよ、あのまあなんか自慢げに聞かれると嫌だけど、沢口靖子さんがね芸能界に入るきっかけはいわゆるシンデレラ、あ東方シンデレラキャラバンでしょ、はい、あれの第1回なんですよ、はい、でその1回目の司会ボブエンさん、古いですね、古いよ本当古い、ギャラはいくらだったんですか、そのバイトのギャラが全然覚えてないな、うん、そうなんですよね、なんかねお母さんがね、まあ、こんなこと言っちゃ失礼だけども、うん、あのものすごく体格が良くてね、で沢口靖子って華奢じゃん、はい、だからねなんか僕お母さんとも喋りましたけど、本当のお母さんですかって聞きたくなっちゃう、うん、ね、そんなことを覚えてます、はい、ね、余計なことですね、大阪の方ですよね、うん、そうです ね、なんかね、まあね当時だからこう、うん、ね、からもうあれも出てるよ、その隣セーラー服を脱がさないで、その時はですね、うん、今ほらこの時のディレクターだった港浩一さん、港さんが今 CX のフジテレビの社長になってますけどね、うん、お世話になってます、うんうん、で僕なんかの世代は、このちょっと前の、オールナイターズ女子大生ブームの時 で、うん、でだからこの僕なんかで 4,5 歳下の女の子たちは、オールナイターズ上げて女子大生になった途端に、高校生ブームになって全部、文句言ってましたけどね、今もね AKB とかね、また新しいグループしてる、ね、あの秋元康さんですよ、秋元さんですよ ね、うん、秋元さんとお仕事したことは、秋元さんはね、うん、あの中央大学の学生でバイトで来てる時から知ってますよ、はいはい、いやだからこの間千田光さんに聞いたら、俺のやってた足掛け2日大進撃、うん、土曜の夜にやってた、うん、そこにね中央大学の子、ね、投稿できて面白いからって言ってね今会うと秋元先生って呼んでますけどねっていうことを話してたけど、上野治さんっていうあの、はい、ラジオのドンがいてね、はいはい、でそれと一緒によく仕事してましたよ、あで僕もあの一緒に番組やったことあります、だけどあんなになるとは思わなかったですよね、いずれにしても、まあね、何がすごいっていうのも、うんうん、この時に時代を動かす、そうそう、まあ、そういうプロデューサーだって今もまたね、うんうん、飽きないんですかねっていうぐらい、ね、すごいこう次から次へといや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 、あとここにあの小堺和樹のいただきます、はいはいはい、あの小森和子、中山愛子、塩沢時さん、懐かしいね、小森のおばちゃまはよく仕事一緒にしましたよ、高原の小枝もよろしくっていうそういうねそうそう、もうねいつもねラジオでこう番組が始まる前にね、うん、あの今じゃもうそあんなのないんだろうけども、うん、カンカンにこうね薄い缶に入ったね、はい、龍角散の あの粉をね、あ僕もこうやってあのいわゆる耳かきのね、お枝豆みたいなことしゃくって、3倍ぐらいおばちゃまが、おばちゃまが飲むんです。それ覚醒剤じゃないですよね。うん、あの世代でヒロポンとか。龍角散。あ違う。それでこの辺口の周り真っ白になって。おばちゃまよ、頑張るわよ。なって出るわけよ。ね。でこっちはなんかさくしゃみが出そうでさ。あだから、うん、小堺和樹さんが売れっ子になったのはね、例えば金ちゃんのね金床で黒っ子とグレコで、あのもあるけど、うんうん、あの一本立ちというかね、抜擢でいただきますの司会を任されたわけですよね、まだ若い時に、これでおばちゃんたちの相手をして、あ今の売れっ子に、小堺和樹さんの番組ってあのフジテレビ の、はい、あのタモリさんの番組の後だっけ、そうですね、あの終わる時取材してますから私、あのいただきますから、うん、ごきげんよう、サイコロトークですよ、
うん、思い出、ね、僕なんかほら飲み会、うんね、あの赤プリのスイートいって、うん、パジャマパーティーやってこれで転がしながら酒飲んでて、ねあのまあ、そういう時代がありましたね。あ、なんかヤッサンのことも出てきた。ヤッサンはね、ヤッサンって久米さんと、まあ、同世代でね、あの息子の木村和也さんと飲んだこともあるんですけどね、うん、僕の、うん業界関係者が、ね、同い年で木村和也はハンサムだったんですけどね、うん、お父さんがやっぱりね、うん、ヤスさんっていうのは破天荒にしてる、顔は端正な、うん、ハンサムじゃないですか。そうですね。で、日テレのテレビスクランブルを、久米宏さん。そうそうそう。とやってたんだけど、酔っ払ってきたりとか大変でね。いや、面白かったんだけど、僕たちなんか、なんで辞めたんだって来た。そう、僕も好きだったな。番組作る方の身にもなってくれる。結構ね、気さくでね、私もインタビューしたことありますけど、夕方あれだったらね、この後空いてへんかみたいなこと言われてね、新橋でええ店あるぜ全部言われてね。だけど、本当に空いてなかったんですよ。 あれは残念だったですね。行ってきゃもう大変ですよね。行ってきゃね、行ってきゃ二人で漫才です今は。キーボーいなくなったから俺とやろうと。なんで適当に合図ついてくれて、俺のこと誘ったんだけど、よっぽど飲みに行く相手がいなかったんですよ。まさしく天才漫才師というのはね。で、やっさんのが それそういうのがあって、亡くなってできたのが、うん、元気が出るテレビ、たけしさん。元気が出るテレビね。だから、松方弘樹さん、俺だとはあのあたりは、うん、兵頭由紀さんとかね、よく、うん、雪ねお世話になりましたけどね。たけしさんがなんかに書いてたね、うん、あの、今までいろんな人にご馳走になったりね、いろいろしたけど、一番驚いたのは、松方弘樹さんが、京都だか大阪か、京都だと思ったな、ね。なんかね、最上級のね、肉食わせるところに連れてって、うん、それで何人で食ったか知らないけど、うん、あの勘定書きが2000万だったって。ああ、それにその類の話は京本政樹さんがね、やっぱり、ね、よく可愛がってもらったりして、なんか話、いろんな人にこう。それだから現金で払ったって書いてあった。現金で、持ってたんですね。誰かがボストンバッグなんか言ってました。副業でね、おごとの方でなんか お父さんね、今でいうソープランドかなんかからお金があったのかな。うんうん、いや、とりあえずこう破天荒な、ねね、スターですから、松方さんは。あんな話聞いたことない。僕もあの釣りの話は聞いたことあります。こんなでっかいカジキマグロ釣ったみたいなね。この時期なのかな、核で倒れるっていう。ああ、だから創成会が2月の27日。2月で、だから、うん、あの竹下さんの勉強会という名前ね、同心円でやりなさいって言ったけど、うんうん、もう80何人が参加するって結局は40とか30とか、うん、そんな感じがその集まりに参加したんだけど、それでムカついてこうオールドパワーをグイグイ飲んでたら、ね、倒れたと。毎晩一本飲んだってね。ね、うん、僕もね、人のこと言えないな本当、うん、そうか。僕はね、はい、あの政治家で一番何回もインタビューしたのは竹下さんなんですよ。ああ、僕ね、もう総理になる前からですね。あ、何回ぐらいインタビューしたんですか。ね、7、8回はあったような気がする。でとっても面白い人。いや、僕はね、うん、その後に平成元年にアントニオ猪木さんの議員になるじゃないですか、はいはいはい、一番インタビューしてる政治家ってアントニオ猪木になるんですけども、うん、で猪木さんの事務所はそこの砂防会館のか TR ビルというね、うんうん、政治家の集まるところで、うん、ある日そのスポーツヘアトニックにボッと出たら、うん、ここにいた小さいおじさん跳ね飛ばしてホッとか見たら、あ、竹下のボールだと。いや本当、うん、もうね、竹下さんの前で、あーって言って、そしたら竹下さんは、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫って言ってね、周りのやつがすごいくれ、ね。それ本当の話。本当ね、俺は竹下のボールを倒したことのある男だという言いながらの。そう。いやいや、もう竹下さん普通、ね、例えば今、麻生さんがそんなことされたら、ブレーモンになるわけだけど、いやいや、大丈夫、大丈夫って。まあ、倒したって言ってもね、そんな、思いっきりやんじゃない、ちょっと出たらビッと言ってね、転んで、ふっと見たら。わかんなかったの、最初。なんかちっちゃいおじさん倒したら、出会い頭にかなんか、ね、出会い頭で、こうだから僕が出てまた勢いよくね、くっていうところで竹下さんと会ってしまって、金丸信が転びそうになったの、僕おっとっとっとってやったことありますけどね。あ、ね、ええ、あの麻布のね、あの関係ないね。ライブなんて書いてある、ライブエイドのイエザーワールド、うん、いや、よく歌ってるんですけどね、あのこれのウォンビーロングバブルガムブレザーズとあのイエザーワールドはね、お開きの定番ですかね。あとグッバイデーとかもね、メリージェンも歌えますけど、ウィアーザワールドって誰が出てるんでしたっけ。マイケルですよね。僕マイケル担当ですから、あのいろんな人担当、マイケルジャクソン、うんうん、いやで、マイケルジャクソンも忍びで日本で目撃したっていうと、うんうん、なんか必ず僕電話受ける時多かったんだけど、マイケルジャクソンコンサートコンサート見に行っただけだな、はい、世界中で15億人を見たと言われ、またテレビラジオ放送中に呼びかけた寄付金総収入は130億円、うん、さらにこのイベントを企画した
ボブ・ゲルドフはノーベル平和賞候補者にノミネートされた。ノミネートなんだ。ノミネートさん取ったわけじゃない。佐藤栄作さんでも取っているのに。ねえ。ねえ。これは日本でも流れてたんです。流れてたんだよね。もう全世界的に、うん、あのだから俺見てないけど当時みたいに、うんうん、宇宙中継。宇宙中継だけど、うん、受像機あったのはその頃ね、BS もないですよ。でもニュースとして流れたんじゃないのかな。ね、昭和60年なんてあれだな。あのまだ今みたいな。ね、衛星中継とかって気軽にやれるようなんじゃないもんね。まだあの、うん、DVD ではなくて AV も VHS かベータかで大論争になった、うん、そういう時代ですからね。それ以来小山さんはもう芸能界ずっと、ね、いやまだ学生ですから。えこあの85あ社会に出たんですよ。社会に出てます。すいません、ボケてます、ね、それ以来今でもこんなに若くて活躍している、そろそろ時間ですね。また話の続きはこの次にしましょう。はい、はい、ありがとうございました。小山俊哉さんでした。